クロイセンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバイロイト軍に属する、市で、クロイセン行政共同体の本部所在地。この都市は、バイロイトの南約1 3トルの連邦道、B に沿い、アウトバーン A 級に近いフレンキシェ・シュバイツに位置している。クロイセンは、フィヒテル山地の麓に隣接するフレンキシェ・シュバイツと、オーバープハルツの森の中間にあたる、 中びく山地に位置する。この都市は標高426から630メートルに位置する。白山は黒い先頭部にある標高566メートルの山である。この山には風力発電施設が設置されている。プロイナースフェルダーランゲンは標高630メートルで黒いセナー連山の最高地点である。この連山は南に伸びていく。 黒い線から約 9.5km 離れたツルンドルフには標高 647.5m のシュナーベルバイダーキッチェンラインの最高地点がある。黒い線は大王丘陵地に位置する。赤マイン川は黒い線丘陵の丘や断球とコントラストを示す。黒い線の西にはフレンキシェシュバイツ東部を構成するリンデンハルトの森が広がり、冬にはスキーゲレンレに最適である。 ここは、フィヒテル山地やフランケンの森に次ぐ、オーバーフランケン屈指の豪雪地帯である。クロイセン周辺の重要な山には、カルファリエンベルク、グラウビュール、ドライケプフィーゲ、シュロスベルク、カプフ、プロイナースフェルダー、ランゲン、クロイセナー、ベルク、タンネンベルク、フンケンベルク、クライネクルム、およびホーエンミルスベルクプラッテがある。クロイセンの周りには、赤マイン渓谷、 クロイセンピュトラッハ渓谷、ペグニッツ渓谷が位置している。本市は、公式には38の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この入植地は1000年頃に成立した。クロイセンは1003年に、後の皇帝、ハインリヒ2世とシュバインフルト編脅迫、ヘツロとの紛争の舞台として、アーブス・クルーズニーの名前で、 初めて文献上で研究されている。皇帝は、辺境白とその家族が牢上する城を包囲した。当時、この城が破壊されたのかどうかを文献から推測することはできない。辺境白は、確かに包囲網から、密かに脱出したが、ティーフェンタールの近くで捕らえられた。2003年に、黒い線は千年記念祭を祝った。1358年の初め、当時は、 ニュルンベルク城博の所領であったが、皇帝カール4世から都市権を与えられた。フス戦争と30年戦争により荒廃した後、アンスバッハバイロイト辺境白領から1792年にプロイ戦領となり、フランスによる一時的な統治を経て、バイエルン王国領となった。1893年に大火により害の大部分が破壊された。 2012年11月11日に行われた市議長選挙でマルティン・ダンホイザーは現職のハーラルト・ミルトに対し50.9%の票を得て勝利した。ツボの博物館には黒い線の石器の重要なコレクションがある。これらの石器は粘土から作られているがその素性は現在ではほとんどわかっていない。ツボの博物館は1950年から 北の四門の塔の監視小屋を利用して開設された。2004年拡張して隣接するシャーフリヒテイハウスも利用している。ありがとうございます。